実存主義とは、人間の実存を哲学の中心に置く思想的立場。あるいは本質存在に対する現実存在の優位を、解く思想。実存の当初の日本語訳は、現実存在であったが、久喜修造がそれを短縮して、実存としたの雑誌、哲学内の論文、実存哲学においてのことであり、可能的存在に対峙してのものである。語源は、XC ステラ。 何の外にかといえば、存在し、存在化されたものの外に、ということである。実存についての語りで、習慣的にまず言及されるキルケ・ホールが、デンマーク語で主張した、実存は、やはりラテン語羊でイグジスタンツである。ドイツ語では、ラテン語からの外来語として、イグジスタンスがあり、一方、土着の語としてはダーザインが相当する。しかし、前者の方が、 日常的対楽性にもある校舎よりももっと、実存の持つ自由へ向かった本来性という要態に特化して使われている。実存主義は、サルトルによると普遍的、必然的な本質存在に相対する、個別的、偶然的な現実存在の優越を本来性として、主張、もしくは優越となっている現実の世界を肯定して、それとの関わりについて考察する思想である、とされる。 本質をないがしろにするような思想のものから、本質はこうだが現実はこうであり、本質優位を積極的に肯定せずに、現在の現実を持って、それをどう解決していくべきなのかを思索的に考えたものまで幅が広い。本質を積極的に認めない傾向があるため、優位物的、もしくは即物的になり、本質が見えなくなってしまう極端な思想も生まれる、土壌にもなる。 また悲観的な発想にもなりがちとなっている。問題としているのは人間の実存であり、スプーンなど物の実存ではない。古代哲学ではヘラクレートスのロゴスの思想の影響下にイデア論を構想したプラトンを批判的に継承したアリストテレスが第二実体と第一実体との区別を提唱した。ここに プラトンの普遍者実体感に対するアリストテレスの実存を見ることができる。この時アリストテレスからはプラトンの普遍者実体が自分にとって実存につながらない存在論性だとして見えている。これが継承される形で中世哲学で可能体と現実体との区別が解かれるようになった。近代哲学ではヘーゲルが理念と現実との不可分性を解いて 理性的なものは現実的となり、現実的なものが理性的となる。であるとした。これに対抗して、神の前に教会を経ずに立つ、単独者としての自己自身の実存を価値としたキルケゴールは、実存哲学の講師とも言われる。その場合に、信仰者を前提とした制約された姿勢が、キルケゴールの実存にはあるということを、 正しい実存理解のためには見据えておかなくてはならない。梅田博史によれば、ヘーゲルの唱えた絶対説、人類進歩についての三体時及び、実在するものは全て合理であるという結果に対する、効果は盛んに論議されて、当時の皇帝制度も含めその合理性が主張されて、いたが、次第に、青年ヘーゲル派など、ヘーゲル崇拝者の中からも批判が生じる結果となった。 プロイセンでは、ルートビヒ・アンドレアス・ホイエル・バッハ、カール・マルクス、フリードリヒ・エンゲルス、ロシアでは、ビッサリオン・ベリンスキー、アレクサンドル・ゲルチェン、ニコライ・チェルヌイシェフスキー、デンマークではキルケ・ゴールなどがヘーゲルに批判的な立場から活動を行った。第一次世界大戦終結後間もなく、詩人ポール・バレリーは、チュービンゲン大学における講演で行った。諸君、嵐は終わった。 にもかかわらず、我々は、あたかも嵐が起ころうとしている矢先のように、不安である。ダーウィンの種の起源以降、ヨーロッパは古代以来の聖書的世界から輝かしい、科学と進歩の時代へと向かった。しかし、国民国家という新しい世界体制は、第一次世界大戦の国家総力戦による大量破壊へつながり、19世紀以来続いた。 西欧の進歩主義への信仰は大きく揺らぐこととなった。とりわけ国土が直接、戦場となった独仏、分けても敗戦国としての重い負債を背負わされたドイツにとって進歩主義への信頼の崩壊は強い衝撃を与えた。大陸ヨーロッパの知識人は、キリスト教の精神的伝統を進歩主義によって破棄した後の進歩主義の無残な残骸を前に途方に暮れることとなった。 このようなドイツにおいてまず、一時代前の人物であるキルケゴールなどが注目を浴びるようになる。主体性が真理であるとして、神から与えられた可能性を実現することに、生の意義を見出したキルケゴールの主体思考に加えて、さらに第一次世界大戦において、そのような個人を置き去りにした近代思想の参加を目の当たりにして、個人を哲学的考察の対象にしようという機運が、 盛り上がり、神の死を宣言し、能動的なニヒリズムの思想を展開したニーチェを、神を否定する実存主義の系譜の先駆者としつつ、1930年代、ドイツのマルティン・ハイデッカーやカール・ヤスパーすらによって、実存の導入が図られた。大事なことだが、ハイデッカーの意味付けの実存は、個人主体実存という本来性から離れて、民族の実存になっている。 各個人が自由な実存のうちに民族の実存を求めているのであればよい。しかし、ここでは民族の実存を希求して先導するハイデッカーが先導される個人の姿勢を否認している。ここには真の実存はハイデガーにしかないのだが、こうした曲折を経て実存の考え方は第二次世界大戦後、世界的に広がりを見せることになった。第二次大戦後、 フランスに輸入され、サルトルらによって広まった、実存主義は、サルトルのアンガージマンの思想に見られるように、マルクシストとしての社会参加色が強く、それに高応しないものには説得力がなかったが、1960年代の学生運動の思想的バックボーンとなった。サルトルの、実存主義とは何か、は、実存主義のマニフェストであり、入門書とも言われ、 1945年10月、パリのクラブマントナンで行われた講演が元になっており、多数の聴衆が押しかけたため、入りきれない人々が入り口に座り込むほどで、翌日の新聞に大見出しで文化的な事件として伝えられ、時ならぬサルトルブームを巻き起こした。第二次世界大戦直後のヨーロッパでは、巨大な歴史の流れの中での人間存在の小ささが意識され、 戦前までの近代思想や既存の価値観が崩壊し、人々の多くが心のよりどころを喪失しかかっていた。サルトルの思想は、実存に新たな光を当て当時の人々の根源的な不安を直視しそれに立ち向かい、自由に生きることの意味を追求し、人間の尊厳を取り戻す術として、人々に受け入れられることになった。この支配制度に対する非支配的個人の重視は、 サルトルの思想が1970年代に入ると、構造主義などから批判を受け、低調になっていくものの、広く受け入れられている。他者を支配管理する実像はあり得ない。また、同じく、私に焦点を当てる芸術や文学、心理療法との相性も良く、特にカール・ロジャーズらが始めた、心理療法には、今、現にここに存在している私を問題とする。 実存主義の強い影響が見られる。実存主義を哲学のみならず、文学、芸術などにも拡大解釈する場合において、日本語では、陰謀語とは違って、認証異拠で代名詞や動詞型が作られるという、基準がないので、現実が干入してしまい、構造的に実存に至りにくいと書いている。自他間区分した、西欧的実存に限定するならば、妥当性のある主張である。 西欧的実存を考える日本人はよく咀嚼するべきである。禅宗もしくは仏教一般の実存宗教哲学者の久松、新一は即無的実存で、禅宗もしくは仏教一般の即無的実存性を主張している。有に対する否定としての無を消極的な無と見ている。一方、有と無との間の対立を無化する無を積極的な無と見つつ、 こちらの無に即すことを実存としている。西欧の非宗教的哲学的実存は九章から見れば即有的実存だと言える。人間の実存を哲学の中心に置く思想的立場である実存主義と中国明朝末期の東林等の形成松室用の学は別の思想であるが、それらは日本においては関連づけられる場合もあり、現在の現実をもってそれを どう解決していくべきなのかを考える、現実主義に結実する。例えば、形成実用を学風とする日本の神奈川大学の哲学者、草薙正夫、志田正造、武藤光郎らは、実存主義哲学から、マルクス主義、インド哲学などにアプローチして、現実の社会問題を解決しようとし、無限革命論に発展する。実存主義の名称は、ドイツの 一般文学新聞において1815年に、すでに、エグジステンシャリズマスという語で使用されている。第二次大戦後、治安、正常の不安定であったパリで、職に着かず、その日暮らしをしながら、カフェやナイトクラブにたむろする若者を指して使われた。人生に目的を持たず、不条理にただそこに、現実存在している状態を批判する呼び方であり、言うなれば別称であった。 実存主義を自ら名乗った哲学者サルトルも、初期はこの名称で呼ばれることを嫌っていた。ありがとうございます。